とりあえずどんな道路なのか、ああ川沿いが走っていくんですね。ここは初めて走る道なんですよ。なかなか上手に書けてますね。多分この林道は三橋線に出る林道じゃないかな。前通行止めだったんですよね。横川が流れてるんですよ。まあまあ川の景色はやっぱり綺麗ですね、上流部だから。ああ林道三橋線ですね。林道柱戸線は全長約 3.8 キロ舗装された道である。草木ダム周辺の不動の滝の横と林道三橋線をつなげている。梅田湖から草木湖に行く場合、林道三橋線を走ればいいのですが、道がくねくねしてるところも多く、林道柱戸線を走った方が草木ダム国道122号線へ行くのは早くなると思われる。やっぱし林道三橋線に出る林道でしたね。わざわざ動画にするほどの林道ではありませんが、手短に路面の状態などをお伝えします。ああやっぱり登ってくる時もかなり傾斜だったけど、下りもかなりの傾斜ですね。かなり勾配のある林道でした。ここなんかアスファルトが割れてて石畳みたいになっている。石畳の道路みたいだな。おいここは行くよ。石畳だなここは。今のように石畳のような亀裂、急勾配、アスファルト陥没、苔がむしてる部分などもあって走りやすいという状態ではなかった。でここ視線が多いな。視線と思われる道がいくつか見えた。視線が多い。道は狭いところは狭いんだけど、でも全般的にこの道は広いな。結構走ってんなバイクさん。ここはまた違う林道なんでしょうね。川を挟んで反対方向に行く道は不動堂や不動の滝への近道となる。でこっち側が多分林道の本道だな。これだな。やっぱここが起点ですね。草木ダム近くが林道柱戸線の起点でした。林道柱戸線は距離が短いですが、すぐ近くに林道小平座間線の入り口があります。こっちも合わせてツーリングすると楽しめる道だと思いますよ。にゃんにゃん、ただいまー。